山選手。あ、こんにちは。じゃあ携帯見せてもらっていいですか。はい、嫌です。秘密満載ですか。はい。じゃあちょっとあえて見せてください。携帯ですか。はい。何から、ま、何見せればいいんですか。まずちょっとじゃあ待ち受けから見せてください。待ち受けは、はい、待ち受けこれ分かるかな。分かんのこれ。ヒョウ柄です。ヒョウ柄、はい、さすが。本当だ。分かるか。ヒョウ柄見えます。ヒョウ柄です。開いてもヒョウ柄。開いてもヒョウ柄。開いてまたちょっと違うヒョウ柄。ヒョウ柄好きですね。はい。ヒョウ柄どういうとこが好きなんですか。ヒョウ柄ですか。ヒョウ柄は男があんまチャレンジしない色だからです。あえて、はい、あえてそこ行きますよね、はい、やっぱり。なるほど。だって服でも着てますもんね。そうっす。でヒョウ柄好きっすヒョウ柄好きっすね。じゃあ続いて、はい、なんか面白い写真入ってますか。面白い写真ですか。はい。面白い写真はちょっと絵が好きで。絵ですか。はい。アプリで猪狩とか亮太の写真を絵を描いてたんで、はい、ちょっと見てください。これ猪狩。すごい。やっぱ高山選手が描いた猪狩。猪狩選手、はい、すごいですね。猪狩はねめっちゃ似てるんですよ。長木選手も。長木亮太はねちょっとむくんでる時の長木亮太ですね。これはこれ長木選手ですか。これはけどあのオフの長木を知ってる人なら多分似てるって言うと思うんですけど。納得。そう。なるほど。じゃあ高山選手がよく知ってる長木選手と、はい、なるほど。あとなんか面白い写真ないんですか。面白い写真あるかな。あ、これ出してもおかしそうだな。何ですか。そこをあえていきましょう。りょうたのじゃあオフの写真いきます。はい全然わかんないでしょ、りょうたって全然わかんないでしょ、これこれ何ですか。りょうたのオフの写真これは高山選手にしか見せない長谷選手の姿ですか。いや、結構多分見せてます、チームメイトには。楽しそうな顔しましたね、はい。だってイガリも、あ、ダメだこれは。ダメなやつ、ダメなやつもある。ダメなやつがありました。あとファンスンミンもありますよ。ファンスンミン。はい。ダメ。ファンスンミン。え？なんか送ってきた。ファンスンミンが前に。かわいい。ファンスンミン。え、メールで送ってきたんですか。はい。去年。すごいな。こんなもんすかね。なるほど。あと小川さんもイガリから送ってきました。小川さん。はい。小川さん、これは猪狩が送ってきました。これ猪狩選手取ったってことですか、ね、そうです。これは猪狩が取ったないでしょ。じゃあ続いて何かおすすめアプリありますか。俺アプリ全然使わないんですけど普段。はい。何て言うんだろう。フォトシンス。はい。これどういうアプリなの。これはなんかパノラマで撮れるっす、写真が。あ、写真を。はい。これ結構使ってるんですか。え、これ全然使ってないっす。やってないんだ。俺アプリ全然やんないっす。あんまり実は詳しくないタイプですか。そう、だからアプリやんないから分かんないっすね全然。なるほど。はい。でも結構入ってますよね。いや、なんかこれはちょっと見た目がおしゃれなんですよ、このバンズとか MCM とか。あ、なるほど。これ撮っただけで一回も開いてないですから。開いてない。はい、なるほど。はい、ジャケ買いっす。ジャケ買いです。はい、わかりました。じゃあ、はい、最後にじゃあ一番おすすめの何か見せてもらっていいですか。おすすめの何かっすか。はい、携帯を使って見るおすすめの何かを。なんだろう、なんもないっすけど、携帯を使ってみる。あ、あった。ありました。はい、はい、あ、これは
もちろん、はい、フェルマーレ公式携帯サイト、これはね、やっぱ自分のこと好きだから見ちゃいます。なるほど、はい、そうですよね、はい、ありがとうございました。そんな感じです。突撃ですみませんでした、はい、ありがとうございました。高山選手でした。ありがとうございます。